皆さんこんにちは。ルーテル教会の牧師、そして病院で聖職者チャプレンをしている関野和弘です。教会とは誰でも来ることができる場所になっています。たとえ過去にどんな過ち罪があったとしても、たとえ今どのような生活状況であったとしても、どんな秘密があったとしても、どんな病を持っていたとしても、来ることができるのが教会です。誰でもありますよね。隠している過去、言えない秘密、抱えきれない苦しみ、それを誰かに話せるように皆さんの教会はなっているでしょうか。勇気を持って誰かがそれを教会の人に話してくれたとして、その苦しみをケアできるように教会はなっているでしょうか。生きる苦しみ、魂をケアすることを牧会と言います。教会の命ですよね。で、この牧会はですね、これまでずっと牧師一人に委ねられていました。でも牧会とはですね、牧師だけでやるのではなくて、教会の信徒と牧師が共に行うことを牧会と言います。聖書に教会はキリストの体、一人一人はその部分である、互いに重荷を担い合いなさいと書いてある通りです。でですね、この教会にとって一番大事な牧会、これはですね、毎週教会に集まって礼拝しているだけでは絶対に生まれないし育たないのです。大切なことこそ、一緒に論理を学んでトレーニングし、皆で実行し、そして、振り返りをしていかなければ、この牧会の力は絶対に育ってはいきません。私はですね、どうやったらこの生きづらい現代社会、居場所がない人々がたくさんいるこの世界の中において、教会がもう一度この牧会の力を取り戻せるだろうか、そのことをずっと探していました。その時ですね、約40年前にアメリカで生まれたステファンミニストリーという一つのメソッドに出会いました。このステファンミニストリーはですね、アメリカのルター派牧師ケネス・ハーグ氏が考案した一つのメソッドです。ケネス氏はですね、自分の教会に次から次にですね、いろんな問題を持っているやってくる人がいる中でですね、一人では解決できない、牧師だけでは対処できない、そんな現実に直面したわけですね。そこで聖書学、神学、そして心理学をベースとしたトレーニングを作って、そのトレーニングを信徒の人々に施したんですね。そうしたらですね、その結果見事にトレーニングを受けた信徒の人々がですね、例えば人間関係で苦しんでいる人、仕事がうまくいかない人々、家族を失って苦しんでいる人々、いろんな状況の人たちを信徒がケアできるようになっていったんですね。これがステファンミニストリーとなって世界中に広がっていき、今では1万3000の教会、そして60万人の人々がこのトレーニングを受けているという状況になっています。私もですね、このステファンミニストリーのリーダー資格を取って日本に戻ってきて、ジャパンクリスチャンケアミニストリー日本版にして、ここ数年日本の教会の人たちにこのメソッドを伝えています。このメソッドでは何をやるかというとですね、教会の牧会にとって大事なこと、1から12まで一つずつ牧師と信徒みんなで学んでいくわけなんですね。傾聴ですね、教会に悩みを持ってやってきた人々、その人々の苦しみをどう聞いていくか、どうその感情を受け止めていくか、またですね、教会個人では受け止めきれない問題に対してですね、どうやってそれを専門家に橋渡ししていくか、またですね、どうやったら教依存を防げるだろうか、具体的なことを一つ一つケースを挙げてロールプレイをしながらですね、牧師と信徒で一緒に論理から学んでトレーニングをしていくわけなんですね。で、何事でもそうなんですけれども、例えば避難訓練なんかもそうですよね。日頃一から論理を学んで一緒に体と心を動かしてトレーニングし、そして実行に移さなければ絶対自分のものになっていかないわけなんですね。ましてや教会の命である牧会であればね、それはなおさら牧師と信徒が常に学んでトレーニングして、そして実行していき続かなければ、それは教会の力になっていかないわけですね。なのでこのジャパンクリスチャンケアミニストリートレーニングは、牧師と信徒がまず3日間トレーニングを受けて、そしてそれを教会に持って帰って自分たちの教会で、みんなで牧会をしていくチームを作るためのメソッドになっています。でですね、この参加条件は、牧師と信徒一緒に来てもらって3日間トレーニングを受けてもらうことになってるんですけれども、どこの教会の方々もみんな言うんですよね。うちの牧師さん3日間お休み取れません、忙しいからって。
確かにそうだと思います。でもですよ、教会の命である牧会をするために牧師と信徒が3日間取れなかったら教会成り立っていきませんよね。ぜひですね、思い切って決断してこのジャパンクリスチャンケアミニストリートレーニングに参加していただきたいというふうに思っています。教会絶対変わりますし、牧師も信徒も本当にこう豊かな教会生活をさらに、ね、送っていくことができるようになると私は信じています。それではトレーニングでお会いいたしましょう。たくさんの学びができました。ありがとうございました。教会員同士 の信頼関係も深まった気がします。本当にありがとうございました。クリスチャンケア難しいこともたくさんあったんですけども、普段何気なくしている会話とか普段何気なくしていることの中にこんなにも大きな可能性があるということに気づけて、とても貴重な経験をさせていただきました。これからも勉強を続けていきたいと思います。